元男の子のアッカノンと今日泊まりの渡です。イエーイ、ラブラブ攻撃ということで、はい、今日は、はい、私のように渡くん泊まりに来たので、私がすごい好きな晩ご飯を一緒に渡くんと食べたいから、今日はすき焼き用の、お肉、さっきスーパーで一緒に買ったんだけど、それを焼肉で食べるっていう。あとこれ温泉卵と焼肉用のタレ、これを混ぜて食べるの。絶対うまいね。そう、気分次第で産地に巻いて食べるみたいな、野菜も取ってね。そうそうそう、いい先生。いただきます。いただきます。で、これをもう結構大きいから、私の場合はこれね、あ、袋ごといくんだ。そう、袋ごとこうやって半分に切りの、いくよ、はい、で焼いて食べるみたいな。でもこれほとんど油なんだよね。あ、じゃあこれいける、いけるタイプ。いけるいける。じゃあ俺がそれ食べる。こっち食べない。え、いいの？うん、いいよいいよ。え、いいよいいよ。あ、いいいいいい。え、なんで？ん？いや、なんとなく。はい、どうぞ。え、いいの？もういいよ。マジか。ありがとうございます。やば、マジ。あ、やばい、これ柔らかすぎる。ちょっと待って。うん、柔らかすぎ。これはどのぐらい焼くんですか、先生。先生は、もう柔らかい状態で食べたいので、そんなに焦げ焦げにはさせないですね。先生は、ちょっと赤いのが残った状態で食べられる。レアだ。さあ、ちょっとじゃあ 見本見ませんか。はい、はい、噛んでますけどこれ温泉卵なんですけども、はい、お、頭でやんないんだ。え、そうなの。やばい、芸人魂が試されている。こう、こうやる。おお、こうやるんですよ。いいですね。でね、そう、これでこう、私はうわこうやるのがすごい好きなんですよ。へえ。で、これありますよね、お肉。はい、これをこうくっつけて。いや、もう最高だね。で、美味しい。めちゃめちゃ美味しい。最高。うん、これは美味しい。卵あります。よし、綺麗に。美味しい。あ、上手だね。じゃあちょっと早速ね、お肉を焼かしてます。焼かしてもらうよ。はいはいはい。おお、ファイヤーだ。ファイヤー、カッターで防衛隊だ。まあ、こんなもん。どうですか。そうですね、はい。次にちょっと乾杯します、はい。あ、ごめん、飲んじゃってた。うん、美味しい。じゃあいただきます、はい、最高の食べ方。ちゃんとあれだよ、渡くん、カメラに向かって食レポしてくださいね。アナウンサーなんですから。これを一口でガブリと。ガブリ、いけいけ、バカと。いけ、キノコ頭。もうありのままでいいよ、自然体で。もう油だね。ほぼね、油。あ、ほんと。今口の中めちゃくちゃねっちょりしてる。すいません。渡るくんってさ、YouTube や自分でやってみたいみたいな、なんかそういう気持ちとかあったりする？なんかたまにさ、視聴者さんからさ、やっぱ言われない？なんか YouTube 渡るくんやんないんですかみたいな。あー、確かにそうだなって思うんだよね。なんか真剣に考えたことがなかったな。あ、ほんと？今までこうなんか出させてもらってて、で、そのさ、チャンネルでこういろいろ喋ってさ、出させてもらってるんじゃなくて、もう私からむしろ楽しい動画撮らせてくれてありがとうございますっていうスタンスですよ。なんかいつか自分のチャンネルじゃあやってみたいなっていうところまでは考えてあんまりなかったんだ。あ、なかったんだ。意外とあれだもんね、なんか冷静だよね、常に。考えちゃうかもしれない、いろいろ。なんか大変さも知ってるじゃん。あ、そうですか。大変じゃないよ、私楽しいよ。でも裏ではさ、いろいろ考えたり悩んだりすることいっぱいあんじゃん。え、ないよ、全く。全くない。全然ないよ。じゃあやろうかな。たまになんかさ、芸能人の人とかでさ、はいはいはい、YouTube 始めましたみたいな人いるじゃん。お、なんかブラック渡るが、あれ。いや、俺アーはなりたくないんだ。もし今後なんか機会があったとしたら、アーは絶対なりたくなくて。結構言いますね、渡る意外と言うね。いや、なんかどの土俵でさ自信持ってんだかさ、なんか履き違えてる人いるよね。芸能界で成功したからといってとか、例えばさ、会社員で成功したからといって YouTube が成功するわけじゃないでしょ。
あ、じゃあ何、結構その芸能人 YouTuber に対してまあ冷静な目で見てたみたいな感じ、うんうん、おーみたいな。冷静な目っていうよりかは、はんはん、ちょっとあぐらをかいてるなって思う人はいるよ。すごい、それで新感覚だ。なんか YouTuber の目線、うん、まあ私は芸能人がなんか来て、うん、ちょっとね不安な部分もあるんだよね。っていうのもやっぱりすごい人気っていうか有名な人だからさ、うん、視聴者さんを取られちゃうみたいな、うんうん、なんかそういう不安があるから、うん、すごい人たちが来たみたいな感じで見ちゃってる。なんかそう、今のおたるの考えは、うん、多分これが世の中で結構こういう風に思ってる人が多いんだろうなっていう、なんかスタンダードな考え方、うん、なんか細かいところ言うと YouTube のチャンネルって基本1人とか2人とか複数人じゃん、はいはいはい、その人たちを見たいっていう目的でちゃんと動画視聴してる人がいます、はい、でもテレビって番組でこうタイトルが出てるじゃん、はい、まあ、司会の人を見たいって目的もあるけど、はい、ぶっちゃけなんかひな壇の人たちを見たいって思ってその番組はあんま見てない気がする。だから何が言いたいかっていうと、あ、 YouTuber の人の方がファンの人とのこう距離とか気持ち的なところとか含めて近いっていう か、 なんか愛されてるというか、はい、ちゃんとファンって感じ。なんかのあれですか、プロデューサー的な仕事やってますやってません会社員です。こういう分析の仕方でテレビ見てる人っていいのかなわかんないけどすごい思う。結局なんか司会の上手い人がいて、でひな壇に立ってる人は振ってもらって話するじゃん、はい、で生きてるんだよ。だからそのひな壇の人たちを見る目的でテレビを見てる人ってあんまりいないと思う。まあいるけどね、一定数。あー、でも YouTube ってもうがっつりこのチャンネルにはこの人しか出ないとか、この人は基本出て何かするってのがある程度分かってるんですよ。ってことはあれか、うん、YouTube はその人を見たいから見るみたいなスタンスで視聴者さんは見てくださってるってことか、テレビはその番組のタイトルの中に映っている人みたいな、うん、てかなんかそうだね、うん、まあ、YouTuber の方が目的はなんかはっきりしてるよね、視聴者さんからした目的が。その人を見たい見たいっていう。なるほど、あ、なんかすげえめっちゃ勉強になる。え、じゃあここで私もちょっとブラックな話していい？大丈夫？だって結構当たり言ったよ、ちょっと怖いんだけど。いや、わかんないわかんない、なんか感覚を今話しただけだから、それがなんかどの程度きついことを言ったのかって自分でわかんない、ちょっと。いやでもさ、渡るって普段結構そのふわってる したそういう雰囲気じゃん。まあまあね、まあ、普段から。確かに。でも仕事とかなんかこういう話になるとすごい真面目になるじゃん、急に。確かに、スイッチ入るよね。すごい、だって今日せっかくお泊まりでさ、ラフな動画撮ろうってなってるのに私までちょっとブラックな部分を話したくなるスイッチ入っちゃったじゃん。あ、いいよいいよ、喋って喋って。え、いいの？いいよ。まあ昔その私さ、番組の AD 的なアルバイトをしてたことがあって、うん、テレビ局の AD、うん、なんかお茶組やったりとか、うん、まあ、そういうバイトをしてた時期があったの、うんうん、でその時にお世話になっていた、うん、その演出家さんがいるんだけども、すげえ、うん、その方にすごいなんだろう、会話っていただいてて、うん、で、カノン、なんか YouTube 最近どんな感じなのみたいな、まあ、その方って私が YouTube やってることを応援してくれてる方だから、うんうん、なんかその演出家さんの、うんうん、じゃあ名前が T さん、 T さんがね、うん、あ、カノン、俺さ、芸人の子たちからさ相談を受けてて、 YouTube チャンネルやりたいんだけど T さん、アドバイスもらえないですかって俺言われるけどさ、 YouTube やったことないから、カノン先生教えてくれないみたいな感じで、うん、久しぶりにね、この前ちょっとご飯連れてっていただいたの、うん、じゃあまあ YouTube ってこんな感じでなんかトレンドに乗ったりとかしたら新しい視聴者の見られたりとか、まあ、ちょこちょここうやって積み重ねで登録者増えていってっていう、うん、あ、それで今のスタイルになりましたみたいな話したら、あ、なるほどなっていう感じだったの、うん、で、まあ、その方って結構なんだろうな、まあ、いろんなお笑い芸人さんの相談とか乗ってるらしくて、うん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 、結構その芸能人の人たちって2つに分かれるんだって、うん、その YouTube やりたいって人と、うん、やりたいけどやりたくないって人、うん、で、サーロイン食べていい？うん、どうぞ。美味しいかなこれ、うん、めちゃくちゃ美味しい、なくなっちゃった。うん、うわ美味しい、なにこれ、めっちゃ美味しい、やばいよ。やりたいけどやりたくないっていうのはどういう意味かっていうと、うん、その YouTube に出て自分のその人気度が視聴者にバレるのが、うん、てか世間にバレるのが怖いんだって。だから露呈しちゃうからね。ちょっと、うん、すごいブラック、ちょっと待って、今日すごいブラック
まあいいんじゃない。全部表面上さ綺麗なこと載せる YouTuber よりもなんか思ってる感情を時にはこう放つ YouTuber の方が俺はいいと思う。そうで、あのね、うん、さっきは誰が言ったように例えばだけども、うん、ダウンタウンさんの番組ってあるじゃん、うん、でそこにひな壇に出てる、うん、まあ中堅レベルの芸能人の方が例えばいたとして、うんうん、でもさそのダウンタウンさんの番組ってさ例えば YouTube のようにコメント数とかグッドボタンとかさ再生数とか分かんないじゃんうちらには視聴者側には、うん、だからその中堅芸人であってもダウンタウンさんの番組に出たすごい人ですみたいな感じで多分世間から思われるっていうかさ、うんうんうん、そうじゃんやっぱ芸能人の方って再生数とかコメント数とかグッドボタンないからさ、うん、なので、うん、そういったその芸能人の方々が、うん、YouTube に出るとその本当の人気度が視聴者さんにバレてしまうっていうなんかプライドがやっぱりあるんだってねなんかその、まあ、そうだよ演出家の T さんが言うには、うん、だからやりたいけどやりたくないんだみたいなすごい気持ちは分かるんだよねそれは怖いもんだって毎日数字と戦うの戦いたくないよだって、うん、発言も気をつけたりさいろいろあるじゃん、うん、もしかしたらさ今日今この話してる内容ですらさまあいろいろ叩かれる可能性もあるわけじゃん、うん、ってなってきたらまあそれはそれでやっぱ怖いよねそうだよねだってぶっちゃけ無理してさ動画撮る必要なんかないじゃん生きていく方法なんていっぱいあるからすごいねマジそうなんですね芸能人の YouTube 参入を、うん、なんか冷静な目で見てたんだね結構でも極端かなやっぱ自分が好きなさ、うん、芸能人の人がやってくれたら嬉しいあまあまあまあ、まあ、そういう感じだよねでも なんでこのなんか天下りみたいな人いるのたまにテレビでうまくいかないから YouTube でなんとかこう再生しようみたいなはいはいはいこれはねそれはあんま良くないと思う生半可な気持ちで YouTube は絶対やっちゃいけないと思うはいそうですね大丈夫ほんのにこれブラックすぎるぞなんか楽しくなってきたいやだから、うん、その YouTube をなんか自分のチャンネルを作る作らないって話をあそういうことか考えたことがなかったなんか中途半端に提供するつもりはないからいやわかんないよあの渡るくんの逆に素が見たいから、うん、もうノーカットノー編集の本当に取っ手出しの動画を見たいっていう視聴者さんもいるかもしれないしでももしなんかこれをなんか提供したいとかさ、うん、提供提供って言ったら硬いけど見てほしいとか、うん、伝えたいみたいになってきたら可能性はあるよねでも正直さ、いろいろ考えるのが難しいよね。今日の動画は何撮ろうかな、うん、来週はなみたいな要はなんか、晩ご飯とかさ、うん、服と一緒でさ、うん、毎回こうネタを考えるのがさあ、コーディネートみたいな洋服のね、うん、だからか、あんまりそのたまにさ、うちがYouTube もやんないのみたいに聞くよいやみたいな踏ん切りがつかないややるんだったら正直やりたいやりたいけどまあなんかやっぱね、キラキラしてるっていうのはなんか楽しいみたいな雰囲気がやっぱいろんな YouTuber さん見えるもんねうん、見えるしその YouTube を通して出会ったりさコメントもらったりそこってさ YouTube やったから味わえるところじゃんうんそれはねこれ今経験してるからでも青木かのんさんっていうこのチャンネルの中でもうちゃんとなんかできてる土台に今出てるだけだからはい、本当にさこれが多分自分でやった瞬間にどうなるかっていうのはなんか想像がつくなんかどっかの関係者じゃないの違いますいや多分ね真面目すぎるぞ真面目って言い方普通なんだよねでもどうなんだろうちょっと私の勝手なイメージだけどやっぱまだ世間の全体な雰囲気では、うん、芸能人が一番ヒエラルキーの頂点みたいなあなるほどねみたいな感じで、うん、それでだからなんか世間の人たちのその YouTuber に対しての見方って、うんうん、なんかそこまで真面目に思ってないと思ったからさでもそっかあたるはそうだよねだって YouTuber の彼女と一緒に動画撮ってるっていうなんか特殊な立ち位置だもんねそうそうそう特殊な立ち位置で逆にそれがなんか分かってるつもりじゃないけど、まあ、ある程度理解をしてるつもりなの、でもこんな私の動画ですからねいやいやいや35万人おめでとうございますありがとうございますえなんか怒ってくれんのえ怒ってくれんのアゲンダッツからおいいねいいねうんクッキー&クリームでいいかなじゃあうまっ最高だねうん、いきますねはい追加のお肉これ脂身少ないうん渡るは YouTube すごい冷静に見てたっていう感じだったんですね新しい新発見分かってないっていうのもあるからね、うん、YouTube あ美味しそうなんか網目がついて美味しそうだねうさげ映えてる映えてるえこっちだねいいの、うんありがとう
いける？うん、私はね、こんぐらいちょっと赤めのが好きなんですよ。お腹壊さないよ。壊さないよ。じゃあお腹壊したら解剖してもらいます。任せろ。いやいや、いやそんなのやるかみたいに言ってよ。そこ任せろじゃないでしょ。やりにく最近照れるよね。照れてないよ、そんな。うぬぼれるな俺うぬぼれてるんだ。じゃあそうですよ、そうですよ。一斉のせで、あ、おなるなんかおしゃれですね。うん、一斉のせ。うん、うん、お肉が甘い。うん、でも結構なんかいっぱいよ。青木ラストいけるでしょ。でもこれラスト1枚だから誰食べて。もうお腹いっぱい。肉数枚でお腹いっぱいになっちゃうじゃん。違うんだよ、だってビュッフェ形式ですよ。あの時間かけてさ、少量でもお腹いっぱいになっちゃう。あのあれ喋ってる合間に時間経つから、うん、そこで満腹中枢がなんかいい感じ。コスパいいね。じゃあ YouTube 撮りながらご飯食べるって何今日 YouTuber 言われたくない裏側を。なんか美味しいご飯がさ、ある程度の容量でちゃんと食べれて、かつ動画も撮れて、コスパいいね YouTube って。ちょっともう怖いんですけどコスパいいじゃん。コスパ良くない？いい。ちょっとこれ編集マンさん、あのカットして。じゃあ渡るくん最後の究極の一口を食べてください、はい、いいですか。はい、山中キムチ、うん、あ、いいね、うん、これだったらでかい肉と一緒にね、一口で食べれるもんね。そう、じゃあいきます。いいよ、ごいや。おいしいでしょ。うん、これが青木かのん流のすき焼き風焼き肉です。すごいね、今息があったね。シンクロした。シンクロしたね。ウォーターボーイズ。じゃあ一斉のおせ、ごちそうさまでした。ごちそうさまでした。ちょっと大丈夫ですか、こんなに言っちゃって。アダルくん、俺言い過ぎちゃったかな。ちょっと言い過ぎ、ちょっと不安になった。ちょっとね、いや過去一いろいろ物申しちゃったから。物申すっていうか、まあでも多分世間の一般的な人たちが思ってることを代弁してくれたって感じだよね、うん、あ、本当？すごい冷静なトーンで、こんな美味しいお肉食べてんのにスーってなんかあれすごい言うな今日みたいな。多分美味しいものを食べると言っちゃうのかもしれない。かもしれないですね、うん、まあ今日はダル君の新たな一面が見れたということで怖いまあ言っちゃったんでどうぞ使ってください。本当は使ってほしくない。え、それは後で話そう。少しでも楽しんでいただけた方はグッドボタン、チャンネル登録、評価お願いします。あとインスタグラムと LINE 公式アカウントオープンしました。僕も追加しました。あ、本当？うん、追加した。いいのに、別に本当の LINE 知ってんじゃん。あ、確かに。彼氏の特権友達も家族もそうだ。あ、そうか、うん、あの、アダルくんのブログも画面の下に貼っておきますので、そちらを見てください、はい、お願いします。また次の動画でお会いしましょう。バイバーイ。常識払って今飛び